はいみなさん、こんばんは。楽旅若村です。さあ、本日は11月の1日、月が変わりまして最初の1日目です。日曜日午後の7時になりました。本日もほぼほぼ毎日配信しています。タビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へスタートしたいと思います。拍手 さあ、今日から月が変わりまして、11月です。昔の陰暦旧暦で言いますと、11月は、霜月と言いまして、いよいよぐっと寒くなってきて、朝、霜が降りることから、霜月と言いまして、まあ、この寒さを表すような言葉が旧暦の11月に残されています。確かにまだね、霜が降りるほどでは京都はないですけれども、朝晩の冷え込みがぐっと と今寒くなってきておりまして今ちょうどラクタビ京町屋のお茶室に付属する路地をご覧いただいておりますけれども外の空気はだいぶねひんやりとしておりましてまあ霜月にふさわしい冷え込みがこれからやってくると思います最近ね10月の中下旬あたりはぐっと今冷え込みが来ております昼間は比較的暖かいんですけども朝晩の冷え込みがしっかりとしています 今年はね、11月と言いますと、京都はもみじ、もみじ、もみじの1ヶ月になります。もう今、比叡山の山頂の方からエロづいてきまして、山ふもとの大原、高尾あたりが上旬から中旬、そして、もみじ前線が次第に市内へと近づいてきまして、比叡山のふもとの修学院、一乗寺あたりが11月の中旬から下旬にかけて、 そしてもう東山から西山一帯にかけて11月の下旬あたりにはピークを迎えましてもう至るところが紅葉赤く彩られるという月になります今年は夏の暑さがしっかりしていて秋の雨もしっかり降りましたのでカエデの木々もたっぷりと栄養と水分を持っていますのでしかもこのぐっと冷え込む 簡断の差がしっかりありますので、今年はね、もみじがいいんではないかというもう、どの関係者に聞いても、どの人に聞いても、今年のもみじは楽しみですねというね、言葉が出てきますから、皆さん、GoTo キャンペーンもありますので、ぜひですね、11月の中下旬含めまして、京都は至るところで順番に、秋の彩りが深まってきますので、 ぜひ、もみじのツアー、もみじの散策に、京都にお越しをいただきまして、そうですね、私たちの楽旅でも、11月はたくさんのもみじ散策、もみじ散歩を用意しておりますので、ぜひ皆さんもね、お越しいただくことを願っております。ま、あその先駆けではないんですが、今日はね、自転車散歩に行ってきました。京都県定一級の今年のテーマが、川、河川と橋、橋梁ということで、 河川と橋梁の堀川と鴨川二つにかかる様々な橋、ブリッジを今日自転車で見てきました。いつもお世話になっています。京都駅前の KCTP、京都サイクリングツアープロジェクトの駅前のターミナルからスタートしましてね、今日は堀川通りを登って、で、鴨川を下ってくるということでしたので、ちょっとね、登りがあります。 しかも途中、一条通りから、堀川から鴨川へ抜けるときに、京都御苑の、あの、砂利道を行く予定がありましたので、これはね、普通の自転車ではなくて、電動アシスト付きだということで、特別に、まあ、台数が限定されてるんですが、今日、KCTP さんにある、電動アシスト付きの自転車をね、ほぼ私たちが借り切ったんではないでしょうか。押さえまして、そしてね、皆さんで、 電動アシツ、アシスト付きのね、自転車で回ってきたんですよ。私もそんなに今まで乗ったことなかったんですが、最初ね、びっくりしますね。ちょっとペダルをこぎ出すだけでぐっと自転車が前に持ってかれましてね、体がほっとこう後ろへ慣れてない時はちょっと持ってかれそうになるぐらい、楽にスタートができるんです。途中、 坂道もあったり、あの、鴨川の河川敷に降りたり上がったりしましたけれども、上がる時のスロープでも全く、あの、坂道を感じないぐらいのね、強力なアシストがついておりまして、うわ、これは楽だなと思いました。またね、機会があったらぜひ、清水寺とか、千入寺、東福寺とかね、ちょっと坂道があるところ、こういうあたりをね、この電動アシスト付きの自転車で行くとね、 全然坂道を感じずに上野お寺神社まで行けると思いますので、またぜひねあ、今後、電動アシスト付きの自転車で散策する自転車散歩、またね、季節を変えてやってみたいなと思いました。で、今日はね、人数がある程度いましたので、A チーム、B チームに二手に分かれまして、そして、KCTP 様で普段は英語のガイドで外国の方をご案内しておりました。その方が、 今日はあの、自転車のスペシャリストですから、ちゃんとね、A チーム、B チームの先導。いつもでしたら私たちが旗を持って、講師が、皆さんを引率しながら、お寺神社行きますけれども、今回は自転車散歩ですから、自転車は、もうその自転車のスペシャリストの、野ギさんと今日田中さんに、お二人来ていただきまして、A チーム、B チーム、それぞれを先導いただきましてね、 そして私たちは今日はね、引率をしなくてよかったので、まあそういう意味ではちょっと楽でした。で、現地に着いたら自転車降りて、いよいよ私たちの登場です。歴史的な説明と、今日は、橋、梁橋ブリッジの専門家として、タビのガイド育成講座を昨年受けていただきました、庭さんに専門家として普段お仕事で、橋梁の専門家としてコンサルタントをされていますので、今日はね、その、 見上げるブリッジ、橋の構造的な特徴とかね、特にあの堀川に、堀川第一橋と言い,いまして、かつて中立ち売り橋とも呼ばれまして、江戸時代には天皇が二条城行行のりに通ったことから、講義橋となって、欄干のボシがつく中立ち売りの橋。これが現在、堀川第一橋と言い,いまして、 明治6年に作られた石造りの立派な橋が今も残っているんです。そういうね、堀川に架かる古い橋や、で、鴨川に来ましたらね、もうザーッと見ていきましたよ。皆さん上流から順番に橋わかり,わかりますかね今日はね、下鴨神社のところから、鴨川は下ってきましたので、青い橋、出町橋、鴨大橋、 な、ええ郝人口、えぇ、ー、郝橋、丸田町大橋、二条大橋、お池大橋、三条大橋、四条大橋、どんぐり橋、松原橋、五条大橋、正面橋、七条大橋と、あ,あ多分抜けてなかったと思います。ざーっと鴨川をね、下ってきまして、今の橋を全部、こう、下から、 川べりをずっとね、自転車で走りながら、まあ、気持ちよかったですね。さっそうとみんなでね、一列になってね、さーっとこう、川沿いを下っていきまして、橋をね、見てきたんです。特に一番最後の七条橋が、今年、国の重要文化財に指定された、古い昔ながらのアーチの基礎が、橋脚が残っておりましてね、その美しさも素晴らしく、えー、地元の皆様が、毎月、七条橋ですから、 7の日に、あたり一帯の清掃、掃除も行っているそうで、そういう地元の人が大切にする橋としても大変貴重だということで、え文化財指定された橋があるんです。その七条の大橋を見て、最後 KCTP さんに戻りましてね、解散となったんです。約3時間の、ぐるっと堀川と鴨川にかかる川と橋を見てきましてね、まあ京都検定1級受けるかとはもう、 びっしりとメモもされている方もいらっしゃいましたけれども、楽しく秋の自転車散歩ができたのではないかなと思っております。そういう意味ではね、七条大橋あたりは今年の話題ですしね、古いという意味では三条、五条あたりも大変古い歴史を持った橋なんです。もちろん何度も橋は架け直されていますけどね。まあそういう形で今日は自転車を使って広く 京都の中を見てきましてね、素敵な散策でした。で終わってね、ちょっとあの、オフィスの方に今帰ってきまして、ライブ配信。本来であれば午後の3時からなんですけども、ちょっと時間ずらしまして今日は午後の7時からお届けしています。タビ通信ライブ版ということなんです。あ、そうだ。KCTP 京都サイクリングツアープロジェクトさん、以前、出張ライブ配信で、その、 京都駅前のサイクルターミナルからもお届けをさせていただきましたが、覚えてますか皆さん ?KCTP さんからいただいたプレゼントは、この旅くじに入れるというプレゼントではなくて、そうですね、今、12月いっぱいまで、11月、12月と2ヶ月間に、KCTP さんで自転車を借りていただくと、漏れなくミネラルウォーターがつきますので、皆さん個人でこれから京都を回るときに、ね、ぜひね一度、 KCTP さんによっていただきましてね、確か普通の自転車が1日1300円かな確かそれぐらいだったと思いますので、ホームページで KCTP さん検索をいただきまして、自転車で京都を回ってみる。効率よく回れますので、で、意外とね、今日走って思ったのは、道という道に自転車レーンが結構できてましてね、こっち、こっちとか、全部ね、自転車のマークがきれいに道の中にありましたので、 またそういうね、道路標識の自転車の、自転車でね、巡れるように綺麗にね、いろいろ整備が今なされていますので、そのね、自転車、自転車行政の先頭を切って今、行政とともにいろいろされているのも KCTP の社長、多賀さんなんですよ。まあそういうことでね、今日はそういう意味では自転車の魅力をね、満喫する散策でした。またあの、季節を変えて自転車散歩、 この楽旅の京都散歩でも企画をしたいと思いますので、ぜひ皆さんのね、またご参加もお待ちをしたいと思います。さあ、それでは、今日ちょっと旅へということで、本日もどこかの寺、どこかの神社へと旅をしてみたいと思います。本来であれば皆さんと直接お会いをして、 講座やツアーで魅力をお届けするところなんですけれども、なかなか今皆さんとお会いする機会も少なくなっていますので、このようにオンラインを通じまして、今 Facebook はライブ配信です。ライブ配信の方はコメントを入れていただいたり、ハートマークで、いいねいいねを押していただいて、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。またこの今のライブ配信の模様をすぐに YouTube、Instagram にも動画をアップしておりますので、YouTube では過去に遡って見やすいと思いますのでね、 ざーっと見ていただきたいと思います。あの、YouTube もコメント入れていただくことできますので、見て何か感想とか質問がありましたらね、コメント欄に書き込んでいただきますと、私も全部あの、確認しています。ラクタビカ、若村亮若村亮で検索をいただきますと、過去の動画すべて出てきますので、ぜひ、楽しんでご視聴いただきたいと思います。それでは行きます。この、 箱の中に入っている京都のお寺神社の名前書かれた旅くじを引くことによって今日はどこのお寺神社への旅になるでしょうかいきますくじ取り引ですさあいきますよもうそろそろねまたね減ってきましたのでちょっとね今度は歴史上の人物とかねなんかいろんなちょっとまた違うジャンルのくじをね増やしてみようかなと思ってます また11月に入るとね、出張ライブ配信もいろいろ出てくると思いますから、ご期待ください,、はい。いきます。それでは一番下の方からいきますね。こちら。こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、九時の中身を改める、9時改めです。まずは、私が確認をして皆様にね、1つ、2つ、3つと、 ヒントを出していきたいと思います。そのヒントから皆さんは、あそこの寺かなとかね、あそこの神社じゃないかなとか、いろいろ考えながら聞いていただきたいと思います。わかったという方は、ぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知っているか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。どうでしょうか今日はどこだ おお。おそらく、ほとんどの人が、この前、お寺です。このお寺の前を通ったことがあると思います。あるのに、ほとんどの人が、え、ここがそうですか、と、あまり、 それと認識をして、それと分かって、このお寺の前を通過していないと思います。しかし、どうでしょう。先日、私たちの楽旅で、オンライン講座の一つで今、本旅と言いまして、本を読むための事前学習として、先日、幕末の講義をさせていただきまして、今ね、その講座を受講いただいている皆様は、この1ヶ月間、 芝良太郎様さんがね、書きました。燃えよ剣という、あの、新選組をテーマにしたね、本を読んでるはずなんです。その、燃えよ剣、新選組を読んでる方はね、このお寺、出てきます。でも、前を通ってるんですが、あまり気づいていないと思います。しかしね、ちゃんと、 そのお寺の前に石碑が立っていまして、このお寺に入った人々が、豚書にしたという場所なんです。豚書と言いますと、大体いい皆さんにとっては部、蜜、蜜に、まず蜜寺があって、そこで剣術を、腕を磨いたり、大砲をね、放つ練習をしたとか、その近くにあるヤギ邸、前川邸などに分かれて、 本書を構えて、新選組が活動したということなんですが、まあその他ね、新選組は何度か移転をしますから、本書とされた場所が点々とあるんですが、ここはね、そういう意味では、本書は本書でも、新選組本体の本書ではなくて、新選組から、そう、形状、 事実上はね、脱退をして分離をした、あるリーダーを中心とした一党一味が入った場所です。まあ、多分ね、幕末とか新選組に全く興味のない方はね、もう、はぁ、あ、はぁ、あ、というね、多分、ちんぷんかんぷんだと思いますが、わかりましたか新選組の参謀としても迎えられまして、 後に、近藤勇の目かけ邸で酒を飲み、その後に隠れていた大使たちによって切られた人物が伊藤貸太郎。この伊藤貸太郎が新選組から自立上脱退をして組んだ五稜衛寺という一味の頓所になったのがここだったんです。わかりましたそう。 広大寺の麓にある月神院と言います。か難しい。ちょっとね、今日はなかなか難しいお寺さんでした。そうなんですね。あの、お寺としてはね、特に特別公開などもありませんので、皆さん中には入ったことがないと思うんですよ。あの、広大寺の達中の一つですね。 皆さん、広大寺と言いますと、東山、丸山公園から、清水寺に行く途中、今はねねの道という素敵な石畳の道があって、そのねねの道に、緩やかな階段を上がると広大寺。そのねねの道の反対側には、円徳院というお寺があって、円徳院にいたのが今から400年前。 豊臣秀吉公亡き後に秀吉の母体を弔った秀吉の正室、奥様でありましたネネ様です。北の万所ネネ様。ネネ様が今の縁徳院のあたりで余生を暮らし、日々、広大寺に行っては、お玉屋で夫であった秀吉の母体を弔ったというお寺で、秀吉とネネ様が今も眠るという豊臣家ゆかりの寺が広大寺です。 その、広大寺から下がってきて根根の道、向かい側に遠徳院ですが、広大寺に行く階段から、やや北寄り、丸山公園寄りに、月神院というお寺がありまして、このお寺の門前よーく見ると、伊藤貸太郎一帯が率いた広大寺塔とも言いますが、 天皇の御捧ぎを守るとして、新選組から分かれていった一派、伊藤貸太郎が率いた一派が、この月神院に入って、天皇の御捧ぎつまり先に亡くなった第121代、孔明天皇の御捧ぎを守るということで、御領御領絵字を組んだのが、この月神院というところなんです。まあ、そうしてその石碑が今も門前に残るというお寺さんでね、 なかなか、ちょっと難しかったと思います。で、伊藤貸太郎はもともと新選組。あの、幕末というね、江戸時代の終わりの頃は動乱となって、京都はね、治安が乱れます。幕府側の人間を新しい国、天皇中心の国を作ろうという尊王上位の人たちが、天中と目打って闇夜に紛れて切っていきましたので、 今日の都は治安が悪化。そういう不定の輩らを捉えるために、幕府側の京都の治安を監視する、まあ今でいう警察隊として、一番トップに合図藩が入ります。松平片森が率いた合図藩兵が京都の京都守護職として治安を守ります。その京都守護職のお預かりとなって、実際に 県に腕の覚えのある猛者たちを集めて、老子体を結成したのが後の新選組で、その中に近藤勇、土方歳三、沖田宗司または、先の筆頭局長、芹沢かもなどがいましてね、まあそういう一派が組まれます。で、後にその中に伊藤貸太郎というね、頭のいい、まあ今で言うと政治家のような人がいて、彼を参謀として迎え、あまり学のなかったね、 近藤勇などは伊藤貸太郎に浸水するんですが、伊藤貸太郎は、表向き新選組で、幕府側の人間として動いていながら、腹の中は、天皇のために動くという尊王上位の考え方があって、その考え方を次第に、新選組の中で仲間内に話して、仲間内で脱退。表向きには、新選組の、 分隊分かれた隊として出ていくわけですが、まあ事実上、脱退したわけで、その伊藤貸太郎一派が入ったお寺がこの月神ということなんです。またぜひね皆さん、萌えよ剣、芝良太郎さんの萌えよ剣を読んでね、このあたりの、まあみんなね、いい悪いはないんです。とにかくね、若き当時の志士たちがね、自らの思いをね、たぎらせて、新しい明治という時代の扉を開いていくわけで、 まあそういうね、熱き時代の一つにこの、月誌院に入ったのが伊藤貸太郎一派。広大寺塔と呼ばれたり、五稜絵寺と呼ばれたんですが、まあ彼らが拠点としたのがこの広大寺、月誌院だったということなんです。またぜひね、丸山公園から、広大寺へ歩く、ねねの道。そこで、月誌院の前に石井が立ってます。そこに、五稜絵寺と書いてます。伊藤貸太郎。ぜひね、また、ご覧いただいて、 幕末の歴史に触れていただくといいと思います。ちょっとね、喋り出したら止まらなさそうでしたんで、この辺りで止めておきたいと思います。一番ね、大好きな時代が幕末、新選組となりますので、今ちょうど私もね、また本旅のために、11月の第3土曜日か、もう一回ね、皆さんとオンラインを結んで、幕末トーク、幕末談義をするというね、2回目のオンライン講座がありますから、 そこに向けて今、萌えよ剣を読んでいます。今私の、今日はね、これから、あの、大河ドラマ、戦国時代になりますけど、頭の中はね、すぐにまた幕末に切り替えて本を読むと思います。戦国と幕末を今年はね、こう、行き来してる感じです。はい。ということで、月シでした。ちなみに、伊藤貸太郎はね、後に、油の工事七条で切られましてね、そこに、 月神から出たね、広大島の人が駆けつけて、また乱闘になったというね、油の工事の事件、油の工事の変というのがありましてね、今日 KCTP さんから出てね、まもなくのところがそういうね、血塗られた、油の工事の変があった場所で、そのあたりの歴史もまたね、皆さんと一緒に見に行くような幕末ツアーもね、今後行うことができたらいいかなと思ってます。はい。ということで今日は、 月信院の話題をね、お届けしました。ぜひ皆さん、お寺はね、非公開ですが、門前の石碑を見て、幕末の歴史に触れていただきたいと思います。はい、ということで、いや、なんか体温がね、5度ぐらい上がりましたね。全然外の寒さが感じられなくなりました。はい、ほぼほぼ、毎日配信しています。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日のトークテーマは、 幕末下心でした。今日のトークはここまでとなります。さあ、それでは一番大切な心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりたいと思います。さあ皆さん、合言葉はきっともっと京都を好きになる。この好きになる というところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って京都からもたくさんの元気をお届けしますし皆さんからもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれでは行きますきっともっと京都を好きになるということで本日は 夜の7時からお届けしました。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。明日は、予定通り、いつもと同じ、午後の3時からお届けします。明日は、今月最初の月曜日、平日の1日目になりますので、私たちは午後、そうなんです。毎月1日や、1日が土曜日曜だと、明けた月曜日です。 町屋の日と銘打ちましてね、町屋のお掃除の日なんです。10月の1日はの失礼替えということでね、この建具を変えているところ皆さんご覧いただいたらとも、いただいたと思いますが、明日はこの町屋全体のお掃除になりますので、またお掃除模様、お掃除風景なども明日はこのライブ配信でお届けできたらいいかなと思っております。はい。ということで、明日は午後の3時からお届けしたいと思います。 今日も皆さんご視聴ありがとうございました。いよいよこれから、あと30分後、NHK 大河ドラマです。朝倉義影がどうなるぜひご覧ください。ありがとうございました。それでは、ポチッと消したいと思います。